ランボルギーニは7月6日、高性能 SUV ウルスペルフォルマンテ、ランボギンウルスパーフォーマンテを7月13日、英国で開幕するグッドオッドフェスティバル・オブ・スピード2023に出展すると発表した。ペルフォルマンテは、ランボルギーニの高性能モデルに付される名称で、裏間に設定されたことがある。 SUV のブールスにペルフォルマンテが用意されるのは今回が初めてだ。0、100km、H 加速3.3秒で最高速は時速 306km。ウルスペルフォルマンテには4.0リットル V 型発気灯ガソリンツインターボエンジンを強化して搭載する。 最大出力は 650hp から 666hp へ 16hp 引き上げられた。最大トルクは 86.7kgm に据え置いている。ペダルレスポンスの向上。ブーストの立ち上がりや発進時のトラクション。ギアシフトタイミングの改善により。さらに高いパフォーマンスを発揮する。 新しいトルセンセンターデフにより加速時の降臨により大きなトルクがかかるようになりサーキットでのパフォーマンスが向上するとともに雪上などのグリップの低い路面で最適なトラクションを確保できるようになったというスポーツチタンエキゾーストシステムはエンジンのサウンドをさらに高いレベルへと増幅させる ウルルスペルフォルマンテでは 0100kmH 加速が3.6秒から3.3秒へ0.3秒短縮最高速は時速 305km から時速 306km に引き上げられているカーボン製フードやルーフなどで 47kg 軽量化ウルスペルフォルマンテでは カーボンファイバー製の軽量部品を広範囲に採用したことにより4 7ラムの軽量化を果たしたカーボンファイバー製フロントフードフルカーボンファイバー製ルーフワイドなカーボンファイバー製ホイールアーチを装備したウルスペルフォルマンテは同一クラスの車両の中で最も多くのカーボンファイバー製部品を採用 軽量のチタン製エキゾーストシステムも搭載しているエアロダイナミクスの面では新しいフロントエアカーテンやカーボンファイバー製サイドフィンを備えたリアスポイラーなどにより効率を引き上げたエアカーテンがフロントからサイドへの空気の流れを改善しリアスポイラーがより大きなダウンフォースを発生させる このデザインのアップデートにより、空力効率が10%向上し、ダウンフォースが38%増加した。さらに、フロントに設けられたエアアウトレットをダクト化し、エンジンルームの冷却効果を高めている。新しいアクティブシャシーシステムと、リアホイールステアリングを備えたトルクベクタリングシステムは、 車両のワイドなトラックと固めのサスペンションによって、より一層の敏床性と軽さを体感できるように調整されている。高性能タイヤでハンドリングも強化された。オプションでピレリ製のトロヒオ R タイヤを装着できる。低グリップ路面向けのラリーモード採用。インテリアはドライバーを第一に考えてデザインされており、 アルカンターラやカーボンファイバーなどの軽量素材を使用した。ダークな色調のステッチ、パーフォーマンテのロゴをあしらった。豊富なカスタマイズオークションも用意されている。アニマ・セレクターは3通りのオンロードモードが切り替えられる。スラダーは運転のしやすさ、快適さ、安全性を重視。スポートは臨床性。 反応の素早さとドライブを楽しめることを重視する。コルサは正確さとパフォーマンスを重視している。また、ウルスペルフォルマンテには、低グリップ路面でもドライビングの楽しみを実現するラリーモードを採用した。エゴモードはステアリング、サスペンション、トラクションなどのダイナミクスを引き上げるモードとしている。